ト3ポイントガルト必ず、はい、しのさん1点ということで、しのさんが1点リードですね。よし、うん、続きましてこちら7番ホールの573ヤードのパー5です。こちら上がり3ホールですね。やっぱ長いっすね。長いフルバックは573は、うん、でこちらのホールはちょっと右ドッグレッグらしいので、はい、あの杉ラインを狙っていくといいらしいです。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。おーナイスショーです。ナイスショー、レッドさんもナイスショーです。構えてきましたね。お見事。いやーすっげー、めっちゃ飛んでる。まあまあ。これレッドさんめっちゃ飛んでるんじゃないですか。うん、飛んでる。ティーショットからめちゃくちゃこれ人気です。無理だ。6番アイアンください。ちょっと厳しいですね。なんか奥のバンカーのアイコンで245とかだったんで。そうですね。265。265。耐えて。大丈夫です。うん、全然大丈夫ですよ。レッドさん痩せてかっこよくなる。お、言ってあげてください。え？シンドさんがレッドさん痩せてかっこよくなったねって。いやいや、あと15キロ。15キロ。目標はあと15キロ。年内にある。15キロ痩せたら何キロになっちゃうんですか？それはこれですよ。実際どういうなんかダイエットされてるんですか？ファスティング入れたりして、期間決めてファスティングと、はい、まあ、運動はずっとしてんだけど、はい、運動をそのファスティング期間結構強めて、で、まあ、その後のファスティングの後の回復食。回復食？そう、あの、肉とか魚とか油を極力取らないで、はい、野菜中心の食事をして、それを回復を5日間とか長めにやっていくとじわじわ落ちて、はい、でもそれ終わった後も普通の食事に戻すとボンって戻るから、はい、でちょっとそれを織り込み済みでゆっくり戻しながら、はい、でその体重をまた馴染ませて普通に食事してもその体重で入れるようになったらまたファスティングして、それの繰り返し。結構計算されてますね。計算してますね。上り入れて130ぐらいですね。130でピッチングエッジですね。さんが100ヤードないぐらいか。ぎょ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 、これはいい。やばい。どうだ。やばい。あー、ナイス。これはまずいよ。ナイスです。どうだ。今はかっこいい。でもこのグリーン面が見えないっていうこの袋閉じの開ける前の気分ですね。もうレッドさんがね、今もう焦ってらっしゃいますから。うまい。うわー、いいぞこれ。これいい。わー、まあまあいいよね。いや、これお二人ともいいんじゃないですか。ちょっと見に行きましょう。しんどうさんがあれ撃たれた後によく、ね、そうね、すごいですね。話だったらちょっとやっぱメンタルが、いやもう結構俺もうグラ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 してたね。知ってるからさ。さすがです。逆にショート結構奥なんだ。どうなんだろう。うわ、近っ。え？俺奥？ぎょ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 、これはいい。やばい。どうだ。やばい。あー、ナイス。これはまずいよ。ナイス。はい、うわー、いいぞこれ。これいい。わー、
まあまあいいよね。いや、おお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 おレッドさんすごい。お見事。おお、ね、めっちゃ嬉しいですね、これ。めっちゃ近いな。やば、これは嬉しい。ぴったりですよ、距離が。ねやば。え、バーディーって2点ですか。はい、そうです。あれ、3点じゃない。2点です。緊張されてる感じが伝わってきますね。ありがとうございます。近いなレッドさん。ナイスパーです。ということで石野さん1点獲得です。バーディーパットです。やべ、どっちにも見えてきた。あ、自分を信じてください。はい、危ない。悔しい。先ほどのホール、みのさん、ナイスパー。私嬉しい。あ、レッドさん、惜しい。パー、ナイスパーでもナイスパーでした。いやー、耐えた。いやー、これはちょっと悔しかったですね。俺もう二度と中継見て、プロがショートパット外したの、あーとか言わない。もう一生言わない。ちょっと見ててもね。バルバルバルみたいな。これはいい展開になるぞってみんな思ってたのに。でもね、やっぱね、ゴルフはここで気を取り直して、ね、一ホール一ホールやっぱし切り替えていかないとね。そうですね。最後までゴルフ何があるか分かんないですよ。っていうのがね、先ほどでも証明されたので。そういうことです。はい、残り2ホール頑張っていきましょう。はい、こちら8番ホール、パー3、184ヤードです。はい、いただいていきましょう。お願いします。はい。こぼれちゃいました。レタさん、クラブは5番で。5番で、同じく5番で。これはどうでしょう。あれ、弱い。え思ったより あるんですね。もうちょっと悔しい。あれってやっぱ意味あるんですか、あれって合わせるの。あとでしない、はい、目標設定しやすい。来い。
ナイストライですね。ナイストライ。入らないと点にならないからね。はい。フレッドさんもねポイント獲得ならずです。先ほどホーホールは惜しくもポイント獲得ならずということで、はい、で今進藤さんが1点リード、うん、でこちらラスト最終ホールですね。こちらが9番ホール、430ヤード、はい、パー4です。はい、これ意外とねまっすぐですね。まっすぐですけど、これ左狭いですよね。なんかねえ、いろいろ落ちたらもう、最後意気込みを聞いていきましょうか。ね、もう俺は追う立場なんで、はい、攻めるしかないなと思っても、ガンガン攻めていきますよ。おかもしくは、はい、頑張ってパー取ってミスるのを待つか。ああ、そうですね。どっちかだからもう攻撃の手を緩めず、ずっと喋り続けていくしかないなと思ってます。じゃあどんどん攻めていきましょう。はい、攻めていきます。対して進藤さん。もうやっぱりもう逃げる立場なんで、ね、最低でもパーを取ってあのレッドさんにプレッシャーかけていきたいと、はい、思います。はい、じゃあ最初ホール頑張ってください、はい、お願いします。せーの、プロパガト。あー、逃げすぎちゃった。あー、とんでもないとこ行っちゃった。傾斜に行ってしまいましたね、あちら。頑張るぞ。ピンチ。ピンチですよ。ピンチ。フィットさん、これをチャンスに変えて。そうですね。はい。あ、あ、大丈夫。いやー、大丈夫ですよ。あ、バンカーやめろ。あ、越えた。バンカー前。越えましたかね。え、どこ、バンカー越えましたかね。バンカーは浮き上がって越えたように見えたけど、一回ポンって入ったんですけど、うん、セーフはセーフ。バンカー越えてれば、はい、こういう左が池とかのシチュエーションとかで、うん、ズラーンってナイスショット打ってた松山選手って本当すげえなってそういう時って最初ホールとか結構シビアなシーンって無口になっていくの、松山君は。確かに、どうなの？それとも意外といつもと変わらない感じで喋って変わらない感じでいるのか、それともグーッとこうなんかゾーン入った感じ？パターンと、うん、打った後はファッてこう一回こう。あ、一回、はい、だからやっぱり一ホールも持たないんだよね、緊張はね。はい、201ですね。はい。クラブはどうされますか？5番ウッドで。5番ウッドで、はい。難しそうですけど。おお、お見事、リカバリーじゃないですか。あ、あ、バンカー。今のでもショットは良かったですよね。でもちょっとね、バンカー入っちゃいましたね。でも今の傾斜とか、結構打ちづらかったじゃないですか。ああいう時何気をつけるんですか。ああいう時は、はい、もう距離を欲張っちゃうと、はい、うまくいかないんで、はい、もうほぼ結構手打ちに近い状態です。あ、短くなってで、あんまり振りもしずって感じですかね、うん、なるほど。何ヤードですか。え、160ぐらい。なんかフライするかしないか何とも言えないです、ね、難しいよね。上げもまあまああるしな。どうされます。7でいきます。7で、はい。うまい。おお、ちょっとフライかかってる。ナイスー。ありがとうございます。
しっかり今打たれましたね。結構ここ負けそうじゃなかったですか。そう、結構そうですね。ちょっとやっぱパワーだよな。いや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 、とりあえずナイスです。とりあえず首の皮一枚。いや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 、ちょっと最後まで本当なね、分かんなくなってきました。いや、ね、切られたらもう逆転ですから。ちょっともう勘弁してもらおう。あそこですね、振動さん。うわ、落ちたところが。振動さん、ちょっとあれついてないんじゃないの。うわ、振動さん。振動さん。あ、俺もでかかったな。いやもうこれ新野さんにとってはピンチですけど、ちょっと私はこのショットをどう打つのか見たいなって、拝見したいなっていう。新野さん、クラブは何でいきますか。58でいきます。58で。あれは難しいな。ちょっとでも今は本当難しかったですね。難しかった。はい。ポイント欲しかったな。さて最後こちらレッドさん、切れれば点。めっちゃ大きいですね。でも今ねレッドさんはちょっと迷われてますね。ちょっとね距離も残ってますよね。これ入ったらすごいですよ。逆転勝利ありますからね。どうだどうだ、これ来るぞ来るぞ、来い。ああ来る。ああ来る。ああ惜しい。いや今ナイスでしたよね今のは本当。これ来るぞ来るぞ、来い。さてまだ油断はできませんね。皆さんこの距離覚えてますか。あああご存知の、皆さんご存知のこの距離。これ入ればいいって。怖いですね。うなされそう。あれ寝れない。あいや、きついた。結果発表。はい。はい。持ち春お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃ点数の方の方をね、はい、発表したいと思います。はい、レッドさん、はい、5点。はい。振動さん、6点ということで。新郎さんの勝利です。おめでとうございます。ちょっとね、多分お二
人ともうんってそうですね、気持ちよく喜べないそうですね、プレーだったと思うんですけども、はい、どうでしたか。いやもう2回やりやっちゃったら、うん、そうですね、もう本当に一生誰からも OK もらえねえんじゃねえか。ちょっとあそこはね、悔しかったですね。ちょっと新田さんはいかがでしたか。なんか今日はもうなんか先輩に勝たせてもらった感じがします。いやいやいや、花を渡していただいた。大ちゃん、もう本当はこんなもんじゃないか。本当はこんなもんじゃないか。なんかいい感じ見せ場作ってくれて、結果これですよ。はい、最後までね、ちょっと緊張から走るプレーだったんですけども、自分のハートの弱さを改めてね、はい、再認識して左が誰って言ったら、どこまでも逃げちゃうんだなっていう。まあでもね、初めて今回ですね、ウムゴルフ初でこのプロバトエクストラということで、ね、はいはい、小川さん以外のね、お二人がこう戦うということで、はい、ちょっと私も新鮮身を感じつつ見ていたんですけども、また違う形でね、はい、リベンジとかね、したい、したらいいですね。お願いします。したいです。はい、お願いします。で、今回ね、進藤さん勝ったということで、はい、なんと、はい、小川さんの例の挑戦権がこちらに渡されました。待ってろ、小川ということで、なんと小川さんとね、進藤さんのプロバト、はい、ということで、皆さんそちらの方もお楽しみに。美穂ちゃん、首洗って待ってろ。レッツさんもぜひね、はい、今回2回出ていただきまして、また全然、またこれずに誘ってください。ぜひ、お願いします、練習しておきます。はい、はい、お願いします。お願いします。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。